桃井忠恒は、南北朝時代の武将、守護大名。足利市一門で家臣。父は、桃井貞より。弟に、直信、直明。子に、直和、直家地、直久、直政、孝忠、直富士、直光、聖区も善寺、養子に直広。桃井氏は下野の足利市の氏族で、上野国軍馬軍桃井を、名字の地とする。 1333年には、桃井一族は、新田義貞の鎌倉攻略戦に従軍したが、県武の新政崩壊後、武家方と宮方双方に分裂して、南北朝道乱期を迎えた。武家方の桃井忠だ直常、名尾兄弟は名を馳せた。意味名である、字家常の読みは、太平記関係の書物や、本朝百姓伝など、後世の創作物では、 なおつねとされることもあるが、若狭国主語職次第中に、桃井春高森忠常、若狭国井まとみ明両主次第中に、桃井春高森中行と、いずれも動きではあるものの、忠常と読んでいたことが伺え、国次第時点でも、森茂昭が、自家常の読みは、若狭国主語職次第によって、忠常とするのが妥当と考えられるとの見解を示している。また、 関東において、足利法として活動していた茂木ギ知性の群中上に、桃井兵庫助定直なる人物が兼務4年9月18日付で、添え状を記しているが、その顔が、同5年7月4日付の所上中の直爪の顔と、同一であることから、佐田直と直爪は、同一人物であり、県務四年九月十八日から翌五年七月四日の間に、佐直から、 自活に解明したことが判明している。坂田祐一によれば、この関県武5年2月28日に、伊勢から奈良へ入った北畑明英の軍を奈良藩に坂の戦いで破ったにもかかわらず、河諸直にその軍港を無視されたので、対する足利忠義党への騎士を明らかにし、それに伴って忠義の返旗を賜って解明したといい、前述のように当時の資料で、 ただ常と読まれていたことはこのことを裏付けるものと言える。なお、自家の読みについては、弟たちや息子たちにも、同様のことが言える。自家常の少年は、不詳、足利尊氏に従い、延元元年、県務三年頃に、下付上野川城、美濃和城を拠点に戦い、延元二年、県務四年正月二十三日の青野原の戦いにも、加わり、なんとで、 コウモロナを軍配下として、桃井兄弟として資料に見え、秋家軍を破り、河内に敗走させた。この際、桃井兄弟の敗下で合戦により撃たれた兵を、葬った、または陣地を桃井塚と呼ばれた。この同年に、若狭仕事なる。若狭国へ旅立つ前に縁下見四年、略王二年領地のあった武蔵国半沢軍に、赤木山、多門院福当たる寺を、浅井僧津に解散をした。 広告元年、略王三年頃に、伊賀守護、ついで広告五年、公英三年に、越中守護に部任された。越中に、小の城、千代が様城、布市城、諏訪城を築き、越中支配の拠点とした。広告二年、略王四年三月二十四日、出雲国、沖国守護の縁や高狭が京都を出本すると、 足利忠義によって、山名時氏と共に追悼軍の首相に選ばれ、数日のうちに高貞を自害に追い込み、討伐を成功させた。昭平五年、官能元年に、関東では南朝勢力が倒滅された頃から、室町幕府内で高氏の執事高氏家と高氏の弟忠義との間に対立が起こり、10月には武力衝突に発展していった。この対立は、 高氏と忠義との交渉と変貌した。兄弟である桃井直信は、高諸直により、所領が当てがわれ、正木文書内の官能元年12月23日付の高諸直法書に、岩松忠四国の安土城に、与良殿右京介に続いて、桃井お坂部大輔名で直信の名前が、資料に見え、忠義方から、高氏法務省への引き込みの勧誘工作とみられる。 自活ねは、忠義派の有力武将として、北陸から入京して、翌昭平六年、官能二年の内出浜の戦いで、高氏、孔高なおらを追い、引き付けかしら人に部任された。しかし、高氏と忠義の抗争が再発し、再び密かに、上野国に戻り、瀬田軍に、苗が島城を築き、ふもとを拠点に高氏方と戦った。出身地桃井一帯は、 一族で、高氏法の桃井義盛の領地となっていたこと、近隣の自社勢力、春名神社の社家も高氏方に味方していたため、拠点を九春長家にある赤木山麓に勢力を持ったと考えられる。昭平六年、官能二年正月十五日には忠義に属して、越中の兵を率いて、大見坂本にいたり、京都に入り足利義明と戦う。また、 上野国に戻り、忠義方の長尾大善と共に、上野国名場所になると、自活根は、山名時氏らと共に忠義のお出で養子の足利、が、忠冬を擁立して、反幕府武将や南朝勢力である、越後国の南朝方をまとめていた、新田義宗らと、結び京都に進行しようとしていた。12月に、真冬の越前を越えて、山城国に入りにおいが国人して、山崎に戦い、 当時などで合戦をした。落中をいて、たびたび攻防が繰り返された。二大将軍、足利義明が大海に逃れて、京都に入り、落中を占拠したが、再び勢力を盛り返した義明に、京都より追われた。昭平十七年、常時元年六月には、信濃より越中に至り吉見の兵を集めて、加賀の戸がしすけを攻める。以後も信濃、越中で合戦を続けたが、 勢力の衰退は避けられず、鎌倉へ下校して、鎌倉久保、足利元氏の保護を受けた。昌平22年、常時6年、元氏が没すると、次家常は出家、上落して、足利義明に帰準した。そして勝高義行不死の失脚に伴い、弟の直信が越中死後に補えされた。しかし翌昌平23年、王安元年、 柴義行の幕政復帰と共に名尾信は越中守亡を解かれ、次家常は再び越中で、反幕府の軍事行動を開始する。この際に、元越中国史の伊、上がり清と連携している。この期間にも南朝に基準している。昭平24年、王安2年4月12日に、能戸に入り、吉見氏よりの続称、内県、伊予入道らと戦う。建督2年、 大安四年七月に、自活ねは、姉が孔子イエツナの支援を受けて、ひ田から越中と南組へ進出し、幕府方の越中国主語、柴吉幸、加賀国主語、戸賀島さえ、のと主語、吉見宇よりらと名軍長沢で直爪方の長沢氏一族らと共に合戦を行ったが大敗。さらに後位層の戦いでも敗北し、同年八月に同じく南朝方のひ田国国主、 姉が孔次家の姉が孔次院綱を頼りに、飛騨国へ撤兵、以後の司書からの登場も消えて、消息不明となった。最後の地に関しては、いくつかの伝承が伝わる。現在岩瀬城のあった場所には、江戸時代初期に再建された、海前寺という寺が建つ。慶長末期までに一度寺は亡くなっていたと伝わる。母は、黒瀬寺中女、通称は小次郎、朱贅助。小になおもと。 換気戦た力のみに記載されている人物、実在は不詳。奈良県自家常に関連する寺院は、直常は、微射門天、不動、明王、薬師如来を数形したと伝え、主に新義新言宗天台宗宗派寺院が多い。群馬県と山県、神奈川県有名なものに、江戸時代になってから作られた伝承によれば、自家常の孫にあたる桃井忠史線は、 公和構えの創始者とも伝えられる。富山県富山市府市の桃石屋の都市後、畑山市悲観で和島市に拠点を置いた抜久井氏は直常の松裔を自称したという。埼玉県戸田市上戸田の金子市、篠氏市も自家常の松裔と称した。また、富山大学教授で倫理医学が専門の杉本新平も桃井正常の松裔とされる。 ありがとうございます。